機関内チューブ、機関内チューブ、または機関チューブとは軌道確保の用具の一つ。機関内チューブを機関内に傾向的、警備的に挿入する主義を機関相関と呼ぶ。気管に相関するチューブは古くから存在し、18世紀には溺水からの蘇生のために金属製のチューブを用いる主義があった。19世紀に軌道閉塞に対して、 金属製のチューブを創刊する試みもあったがこれは失敗に終わっている。20世紀に太い内空を持つ機関チューブを通じて吸気呼吸を行う方法がアイルランドの麻酔会イバン・マギールによって考案された。これは患者の頭を洪屈させ警備的に相関するものだった。カフ付きの機関チューブは米国の麻酔会アーサー・グーデルとラルフ・ウォーターズによって考案され、 現在のようなプラスチック製の形状は、米国の外科医、デビット・シェリダンによって開発された。現在の診療で最もよく用いられる機関内チューブは、ポリエンカビニル製のシングルルーメンチューブである。側面には、相関の深さを示すメモリが書かれている。チューブの筋端には、人工呼吸器などに接続するためのコネクターがあり。 チューブの横にはカフに空気を送り込むための細いチューブがついている。チューブ先端の周囲にカフがついており、カフは空気を送り込むと球状や俵型に膨らむ。近年は高容量低圧カフが一般的で適切に機関内で膨らませると過剰な圧をかけることなくチューブと機関内壁との隙間を塞ぐ。これにより灰が外気から分離され、また 公円などから軌道が保護される。サイズは相関する対象によって異なり、成人の軌道確保には長さ約 30cm、内径 7.0mm、または 8.0mm のものが一般的に用いられる。傾向的に相関するのが一般的である。高等鏡を用いて機関にチューブの先端を挿入し、シリンジを用いて下腹注入チューブに空気を入れ、 カフを機関内で膨らませる。その後テープで広角にチューブを固定する。ありがとうございます。